こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿シリーズ続きますね。前回の放送でね、私お客さんが来たんで放送切ったんですけど、お客さんって言ってもね、私のところに来るのってあれですよ、小包の方だけですよ。で、昨日はこのマスクがね、だいぶたくさん届きました。まだ下にいっぱいあるんですけども、それで今日の速稼塾の朝の放送でプレゼント企画をやったんですよね。今ね、マスクって適当に手に入るんですよ。もう いくらでも手に入ります。それから消毒液もね、ないないないって言ってる人いますけども、全然検索したらバンバン出てきますし、当たり前に買うことができます。で、そういうふうなことを言うとね、いやもうこれね、ぼったくり価格しか出てこないよっていう方もいるんですよ。いや待てと、今ね、世界中で欲しがってる商品はそれなりに価格は上がるよって話ですよ、ね、なんかね、だからね、一番安かった時のことを引っ張り出してきて、そこと比べて高い高いっていうわけですけども、それは石器時代と比べたら何でも、ね、値段が高くなってますよ。だからね、そういうふうな意味でもその相場感というかね、今はこの価格なんだっていうふうに、思えないっていうかね、全てのものは価格変動しますからね。東京の一等地がどんな価格かなと、田舎の閑散地どんな価格かなって考えてみたら、価格差ってあるわけじゃないですかね。吉田さんなら分かると思いますけども、でそういった意味でね、で私たちビジネスをしている人間っていうのは、ある意味その価格をね、変動させる力があるわけですよ。どういう意味かっていうと、例えばね、転売屋さんが結構叩かれてますけども、私から見るとね、転売の全てが悪いってほんまあんま思えないんですよね。だって転売屋さんって誰よりも早くこのニーズを知ってね、それをしっかりと買い込んで、それで販売してるわけじゃないですか。そんなに私はね、攻めることができないかなと思います。ただし供給の邪魔をしているっていう意味では、そういう転売屋さんはね、ちょっとないなと思いますけどね。でも転売で世の中成り立ってますからね。それから私たちビジネスマンが価格を変動させる力があるっていうのはどういうことかっていうと、世の中にある無料情報を集めてきて、でどういう順序だったら人に伝わりやすいかとかね、どういうふうにパッケージすれば人の手に取ってもらいやすいか、気づいてもらいやすいか、要するに無料のものってね、人に気づいてもらいにくいんですよ。で私たちが価格をつけてそれなりのパッケージにすることで気づいてもらいやすくする、要するに有料を無料化していくわけなんですよ、ね、有料のものを有料化するわけですよ。無料のものを有料化できますかね、これね。これね、誇るわけではないんですよ。でよくこういうことも言われます。もうお前らの情報なんてネットで調べたらいくらでも出てくるよみたいなね、だからネットビジネスをしてる人は、その情報販売してる人はね、インチキなんだっていう考えありますけども、それは全然見えてないんですよ。なんで有料にできるかっていうと、無料と有料の差、そこには例えば私とかね、吉田さんって人がいて、そこに付加価値をつけてるから、誰もが無料でしか使えないものが有料にしても使えるようになるわけですよ。有料でも欲しいっていうふうに付加価値をつけていくわけなんですよね。その付加価値の一つが、無限サポートだったりするわけじゃないですか。無料の情報を拾ってね、その情報を書いてるブログとか見てる人にサポートもう毎日のように頼んでみてくださいね。返信来ますかね。で無料の動画を出してる人にね、お問い合わせ先があるからって言って、何でもかんでも聞いてみてくださいと。それはね、ふざけんなって話になりますよ、だからね、やっぱり私たちは誰かに頼むってことは、その人の生命とか知恵ってものを搾取してるってね、考えなきゃなりませんよね。で転売屋さんの話に戻ると、転売してる人もリスクを取って自分のお金を先立ちして物を仕入れてるわけですよ。そうなったら、そのね、仕入れたものが例えばね、儲からなければやってられないわけですよ。でも儲からないからって言ってやめちゃう、で製品は開放するってことになると、これは単なる供給の邪魔をしてるだけなんで、これはナンセンスかと思いますけども、やっぱりね、普通の人が手に入れにくいものを手に入れてきてプレゼントするっていうのは、それなりに付加価値つけてもいいと思いますよ。今ドラッグストアに何軒回ってもね、マスクがないんだって言ってる人いるじゃないですか。じゃあ何軒も何軒も回って人生の大切な時間を無駄にするのと、ネットでピピってね、発注して3500円でこれを1個買うのね、50万入ってるやつ、どっちが安いのかってことを考えたら、お金を払わずにもう無駄にドラッグストア回るよりもね、3500円払って一発で来る、一発で郵便が届けてくれる、どっちが人生得かってことなんですよ。っていう考え方も情報に価値を持たせてることだと私は思うんですよね。だからといってこのマスクをね、売ってやろうって気持ちはありません。私の場合は3500円ぐらいだと思うんですけども、買ったこのサージカルマスクを無料でプレゼント、しかも送料も私持ちってことをね、やるわけですよ。これなんでこれができるかっていうと、無料のものを有料化しているビジネスを成功したからこそ、還元という意味でもね、今度は有料のものを無料で社会に提供することができるわけですよ。じゃあどっちがね、
正義なのか、それは分かりません、ね、ビジネスで稼げない人がとても余裕がないから人の手助けができないってことで、これは正義なのかってことを考えるわけですよ。まあ正義の定義はいろいろあるんですけどね。で、私はある意味ビジネスで少しずつね、皆さんから信頼いただいてお金を稼ぐことができたんで、じゃあ自分で買ったものをもうプレゼントしよう、誰かに無料であげようっていうふうな、有料を無料にすることも私はできるわけですよ、ね、無料を有料にすることもできるし、有料を無料にすることもできると。で、ビジネスうまくいってない人は有料のものを無料にして配ることできますかってことなんですよ。じゃあどうでしょうかね。この辺も考えながら、ビジネスっていうのは何でもかんでも有料が悪いとかね、何でもかんでも無料がもう素敵なんだってことではなくて、まあどっちにしてもね、そこに活動している、ビジネスをしている、正義があるのかなとかね、意思があるのかなってことはね、私はあまり思ってないんですけど、実はまとめ方がね、なんかめちゃくちゃなってきましたね。まあとにかくね、ビジネスしてる人は無料が有料にできて、有料が無料にできて、価格を操作する力があるよってことですよ。ですから、価格を操作する側になるためのビジネスの成功をあなたにもね、気づいていただければと思います。で、そうですね、ちょっと最近思うことなんですけども、ネットビジネスをするっていうと自己アフィリエイトをずっとやることだって勘違いしてる人がいるんですけども、自己アフィリエイトなんてね、最初の3日やれば十分ですよ。もうあとは自己アフィリエイトやらなくてもいいです。とにかくね、もう誰かに商品売っていくことなんですよ。自己アフィリエイトって誰にも商品売ってないですよね。自分でクリックするだけじゃないですか。で、そこに逃げて売り上げ上がったことに一喜一憂しては、これはね、終わります。そういう人は儲からないです。そうではないんですよ。手順として儲かる方法を確認したら、もうそれはね、1回でいいわけですよ。最大3回、3日連続で3日でいいです。あとはね、じゃあどういうふうに自分の無料で、得たものを有料化していくかってことをね、考えていかないとビジネスは始まりません。ということをね、まとめにして終わります。